続けます。次に3番友永議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。3番友永議員。皆さんこんにちは。議長より登壇の許可をいただきましたので、ただいまより友永勇の一般質問を始めさせていただきます。今回は大きく一つ、私の前の議員さんは八つですね。まあ多ければいいというものではないということでですね。一つに集中してですね、掘り下げて、まあやっていきたいなと私なりにですね、そう思いまして、自分に言い聞かせて進めていきたいと思います。あと質問項目の括弧の一番がですね、ちょっと私の方のミスで。空き家と空き地バンクの拡充についてということの前にですね、ビジョンの共有とというのをですね、自分としては入れてたつもりでしたので、そのつもりで、質問を始めさせていただきたいと思います。で、大項目としてはですね、長期的な土地利用政策についてということで、持続可能なまちづくりをしていく上でですね、しっかりしたビジョンを持って取り組むことが大切だというのはもう今でもないことですけれども、ビジョンというのは言い換えればですね、まあ、戦略ということができるか と思います、まあ、戦略と似た言葉に戦術という言葉がありますけれども、まあ、大きく意味は異なりまして、まあ、戦略は大きな方針、何をやるのかまたはやらないのか、戦術はそれをどうやって、まあ、実現するかという方法論ということになってくるかと思いますが、首長、まあ、他教師で言えば小松市長はですね、よく舵取り役という表現をされることがあります。まあ、船での航海に例えれば、目的地を決めて大きなルート、どういうルートで行くかと、目的地までそういうのを設定すること、それを決断することが首長の大きな役割だろうと思います。で、それに沿ってどうすれば安全に早くたどり着けるかと考えるのが戦術、これが各担当課の仕事になってくるのかなと思います。それで肝心なのは、戦略の間違いは戦術ではカバーできないと。市長の方針が間違っていればもう担当課がいくら頑張ってももうカバーすることできない、これはもう市長の大きな責任のあるところだと思います。そして行政の戦略に相当するものが、まあ、先の9月議会でも井村議員が取り上げておられましたけれども、総合戦略、総合計画ということになるかと思います。で、市長の大きな役割はつまり戦略を決めること、何をやるのかまたはやらないのか、特に今やっていることをやめる、なくすというのは非常に勇気のいる決断になります。その難しい決断をあらかじめやっておく、これが総合性計画に盛り込まれていかないといけないと。そうでないと政策がその場その場の都合でブレていくと、政策をブレさせないためにそういう総合計画が必要だと思います。で、総合計画といってもですね、どうしてもその戦術の各課の具体的な戦術まで入ってくるので、文書として作るとなると膨大な量になると、まあ、これを作る文書として作るべきかどうかというのは、まあ、ちょっと別として置いておいて、長期的なビジョン、戦略というのをしっかり言葉で示す、それも分かりやすい言葉で市民に示していくというのは、まちづくりにとって非常に大切だと私は考えております。そしてそのビジョンを示せないと、やはり市民がこれから他県はどうなっていくのと、で、そういうビジョンを共有する、市民と共有することこそが市民の力、民間企業の力を引き出す上でも非常に大切になってくるだろうと思います。そして特に土地の利用政策、さらに突っ込んで言えば、市民の皆さんがどこに住むのか、居住するのかというのは、今後数十年の町の姿を決定していくものであって、当面は人口が減少していくということを考えた場合、持続可能な町づくりを考える上で非常に大切なことであると考えます。そういった観点から、まあ、市長はどんなビジョンを描け
かれているのかというのをどういう質問をすれば引き出せるかなということを、まあ、私なりに考えまして、まあ、一つ質問をさせていただきます。例えば子育て世代の方がいらっしゃいます。まあ、これは武雄市外、まあ、大阪なり東京でもいいですけれども、まあ、遠方から移住を考えていらっしゃる。で、何を話していらっしゃるかというと、武雄はいいとこだって聞いたから移住したい、どこに住んだらいいだろうと。で、武雄の詳しいところまでわからない、なんかいい町だっては聞くけども、で、どうするか。そうだ、小松市長に聞いてみようと。で、小松市長どこに住んだらいいですかね、武雄に住みたいけどと言った時に、小松市長はどういうアドバイスをされるか。ここに市長のビジョンが多分出てこないといけないと思うわけですよね。まあ、いろんな条件があると思いますので、武雄町の河原にとかそういう話ではなくて、どういう考え方で決めたらいいかと、まあ、どういうアドバイスをするかということをまずお尋ねいたします。小松市長、まあ、武雄市内は、各町そして、各地域、どこもですね、特色があって、豊かな、場所であるというふうに、私自身感じています。まあ、いわばこう、まあ、花で例えると紫陽花みたいな感じですかね。さっきビジョンと言われましたけれども、そういう意味で言うと紫陽花型の、地域というか町づくりということになるかと思います。まあ、このように聞かれればですね、私も実際聞かれたことあるんですけれども、やはり、どういった教育を望んでますか、どういった子育ての環境を望んでいますか、あと自然環境を望んでいますか、車はありますかとか、そういったところを、聞いた上でそれぞれの、個々のニーズに合わせて、アドバイスをしたいと、そのように考えております。3番友永議員。はい、まあ、もちろんこの方がどういう、ですね、仕事をどういう仕事をされているとか、まあ、田舎がいいのか、まあ、都市が都会がいいのかとか、まあ、いろんなことを聞きながらアドバイスということになるでしょうけれども、やはりある程度こういう人にはこういうアドバイス、こういう人にはこういうアドバイスという、ある程度そういう市長なりのビジョンがないといけないと思うわけですね。それに従ってまちづくりをやっていく。例えば学校の、教育に力を入れるから学校の周りに住んでもらえませんかと。で、学校を中心に財源を投入していこうと思ってますよと。今後のまちづくりに沿ったアドバイスでないといけないと思います。で、まあ、ちょっと抽象的な質問でだったのでですね、具体的なところまではもう答弁もできなかったかとは思いますけれども、これから人口が減少していってですね、財政状況がどんどん厳しくなっていくというのはもう分かっているわけですよね。その分かっている未来に対して今どういった取り組みが必要か、これも大体方法論としては分かっている、いわゆる総論としてはもう分かっていることが多いわけです。でもなかなかできない。で、なぜできないかというと、やはり市民一人一人が自分の意思があって、権利や財産というものがあると。まあ、これがどっかのですね、一党独裁みたいな国家であれば、もうあっち行けと、ここに住めと言えば済む話ですけど、そう、民主主義国家ではそうはいかないと。やっぱり個人の権利、財産というのがあるから守らなきゃいけない。だからこそ方法論として分かっていてもなかなか前に進まないというところはあると思います。そういったことは分かりますが、でもそれでもやはりこういう方向に町を作っていくんだというビジョンに沿って市民の人たちを誘導していく、そういった政策が必要になってくると思います。で、ちょっと抽象的な言い方ですね、端的にですね、具体例といいますか、非常に今後の町づくりを考える上で
もう他山の石と他山の石ですか、他山の石とすべき事例というのはが夕張市、まあ10年前に破綻した夕張市、よく財政の問題を語るときにですね、事例として挙げられるわけですけれども、これ日本経済新聞の3月31日の記事ですけれども、這い上がる自治体ということで記事が載っておりまして、財政破綻から10年、今どうなっているのか、最近ちょっと聞かないですよね、どうなっているか。人口全盛期、まあ炭鉱が盛んだった頃10万人の人口がもう1万人を切ったと。で、小学校6校あったのが1校になった、中学校3校が1校になった、図書館閉鎖、市民ホール閉鎖、職員260人から103人と、職員年収4割カット、市長は7割カット。こういった中でどうやって夕張市を立て直すか、若い鈴木市長がですね、今頑張っておられます。で、何をすべきか、もうここまで、もうこれはもうごとって来てしまった時の話ですよね、こうなるのは。で、今何を一生懸命取り組んでられるかというと、町の集約に心血と、とにかく町を一箇所に集めるということに全力を挙げておられます。で、広がりすぎた町を一つの地区に集めて、行政サービスの費用抑制、もう集まってもらわないと行政サービスできませんよと、雪が降っても除雪もできないと、そうなると市民の命に関わると、とにかく集まってくれと、そういう動きをされてます。当然住み慣れた家を離れてですね、引っ越すというのは市民にとっては非常に苦痛を伴うものです。そう簡単にできるものである、集まってくれって言われたら、そうですかっていうわけにはいかない。で、どうされているかというと、もう市長自ら一軒一軒訪問して説得をされているわけです。5000世帯のうちにすでに300世帯ぐらいは移動が済む、これちょっと3月の時点ですね、住んでいると。当然反発される、なんで、で集まらないと財政が立ち行かないというの、総論としてはみんな分かるわけですよね。でも、あなたに引っ越してほしいってなった時に、なんで多いやと、まあ多いとは言わんかもしれないですけど、夕張市の方はそうなるわけですね。だから総論として分かっていても、各論として進めるとなると、そういう個人の意思っていうのが非常に障壁として立ち塞がると。そこをもう一軒一軒膝突き合わせて2時間3時間説得し続けて、まあ、やっと目処が立ってきて、町が集約できてきて、その中心部に複合施設や病院などが なんとか作れそうだというところまで今来ている。ごとっと来たらここまで行くわけですよね。でも、地域のコミュニティとか伝統行事とか、多分夕張市もたくさんあったと思います。もうそんなこと言ってる場合じゃないと、もう生命財産に関わる問題と、まずここに集まってくれって言うしかない。こう、もう行くとこまで行くとこうなってしまう。こうならないように、やはり今何をすべきかというのを考えないといけない。そしてこれがもう一つ、その町の集約という点で、これ以前も出しましたけれども、高松市 丸亀町商店街、これは民間ですけれども、瀬戸大橋ができた時にみんなが喜んでいた、わあ橋ができた、便利になるぞと。しかし商店街の組合の役員さんの何名かは、まずい、これもこのままじゃ中央の資本が入り込んできて商店街が寂れると、そういう危機感をいち早く、みんなが喜んでいる時にですね、危機感を抱いて、もう商店街の、まあ、いわゆるコンパクトシティ化をして、もう町を、人が逃げていかないような町づくりを、まあ、ここで定期借地権の話の時出しましたけれども、でその時に、ね、ですね、古川理事長、もう視察の時にこう説明していただいた古川さんなんですけども、もうおっしゃっていたのが、分散した人口を正しく集約しない限り、自治体の財政は破綻しますよと。これはもう早いか遅いかで、このまま何もしなければ分かっている未来なわけですね。ということで、まずここで、考え方の質問ですけれども、今空き家空き地を解決しようと、中心市街地等のですね、空いた市街地なんとか有効活用として、活用すべく、お相撲家と取り組んでいるわけですけれども、こういう
空き家空き地の問題にですね、解決の糸口、道筋といいますか、目処をつけないとですね、どんどん今人口は減っているのに、どんどん農地が埋まって市民の居住範囲はどんどん広がっているわけですよね。もう私の、市長もご存知だと思いますけれども、田んぼが埋まってどんどんアパートとか、住宅とか増え続けている。つまりここで丸亀町の古川理事長が言ってた話からいくと、逆行しているわけですよね。町を集約しないと続きませんよっておっしゃっている中で、どんどん住んでいるエリアが広がっているっていうのは、持続可能な町づくり、人口が減っていく中でですねっていうものから、居住エリアが広がるというのは逆行する動きではないかと私は非常に危惧しております。これについてどうお考えでしょうか。小松市長。先ほど、夕張市の例がありましたけれども、夕張市の場合は、無茶な財政でですね、そして、行き詰まって、あのようになったということだと思っています。すなわち、やはり持続可能な、財政運営、はじめまちづくりとですね、私は、一方でそれがあって、もう一方でやっぱり自分が住み慣れた地域で、住むというその個人のとしての希望、この2つをいかに、バランスをとって、両立をさせていくかというところが大事だと思っています。なかなか私もじゃあ夕張のように引っ越してくださいというふうにはこの武雄市では、するつもりは、今のところなくて、そのいかにバランスのを取っていくかというところだと思っています。以前もおそらく、日本全国の流れがコンパクトシティ化に向かっていくだろうと、 あるいは小さな拠点というような話になるだろうということを申し上げましたし、私も、そのように、と思っていますけれども、そういったのに加えてですね、やはり土地については、全てに、市内全てに莫大な投資を全地域にしていくことっていうのはもう財政的にも無理だというときに、どこにその投資をするか、例えば開発であったら大規模なところにしましょうとか、あと空き家を活用しましょう、あと虫食いのところを活用しましょうとか、古い町インフラがすでにあるところを活用しましょうとか、そういった、考えでですね、やはりそこは効率的な投資を、していく必要があると、そのように考えております。3番友永議員。今小松市長の方からもコンパクトシティの言葉が出ましたけれども、で非常に印象にの先ほど挙げた丸亀町商店街の話で印象に残っているのは、中心市街地、いわゆる今空き家基地問題を抱えている中心市街地っていうのは、すでにもともとコンパクトシティだったんだよっていう話ですよね。そのコンパクト、一番住みやすいところに、みんなが住んでる。でそこが高齢化によって空き家とか増えて使いにくくなってしまっている。道路はあるし、下水道、水道、電気、そういうインフラがせっかく整っているのに人が逃げている。だからといって田んぼを埋めて新興住宅地を作ったら、また道路、水道、下水関係、また新規投資が必要になってくる。こんな効率の悪い話はないと。ということで、やはりもうすでにコンパクトシティの形になっている市街、旧市街地といったらちょっと言い方が悪いですけれども、そこにいかに人が入り込むような仕組みを作っていくかというのが非常に肝心だと私は思います。でもちろんそういうつもりもあってこその相撲家の取り組みだと思うんですけれども、今年度から空き地バンクが始まったということで、今登録状況がどうなっているか、またその登録状況について、どう担当課として評価をしているかというのをまずお尋ねいたします。古川まちづくり部長。今年の4月より空き地の登録をしておりますが、
11月末現在で6件の登録でございます。まだまだ周知不足だなということを感じておりまして、今後さらなる登録の推進を考えております。3番友永議員。はい、まだまだ周知不足ということですが、やはりその登録件数が増えない原因というのをですね、やはりもう少し、掘り下げていかないとなかなかこう登録が進まないのかなと感じておりますけれども、今のですね、武雄市のお相撲課で登録できる物件の地目とか状態とかですね、そういう条件を今どうなっているのかをまずお尋ねいたします。古川まちづくり部長。登録できる条件でございますが、個人が居住を目的として建物を建築することができ、現に使用されていない宅地および宅地並みの評価を受ける雑種地でございます。3番友永議員。今答弁からですね、もう登録できるのは居住する住むことを前提にした制度、まあお住む家という、まあ、名前もそうなっているということかもしれませんけれども、その居住することに限定するというのは非常にこう門戸が狭いというか、今後の土地活用、市全体の土地活用というのを考える上でですね、非常にもこう制限が敷居が高いといいますか、結局使えそうなところだけしか登録できないとなれば、結局なかなかその9月の一般質問で言いました土地の不明化、相続登記がされずに誰の持ちのものか分からなくなってしまう、それこそが空き家基地問題の本質だと9月の時に申し上げましたけれども、そういう問題に対してなかなかアプローチできないということで、もうその地目とかですね、今の状態っていうのは使う人が見て考えればいいと思うんですよね。だからもっとその現在の地目とか状況にかかわらず使っていないところを登録できるようにすべきではないかと思います。そうすればですね、企業とか、まあ、農業従事者とかもう少し農地を広げたいとか、空き地といいますけれども、やっぱり探す方からするとなかなか希望のするものが見つからないということにもあるわけですね。でそういうことをちょっと考えているときに、ちょうど12月6日のですね、佐賀新聞の方に国の方で所有者不明地に5年利用権ということで、新しい制度が新法案の骨子ができたということで記事が載っておりましたけれども、でそこに何が書いているかというとですね、ここの解説のところですけど、緑の枠のところは新法案骨子は放置された空き地の活用に道を開く一方、増加を防ぐ抜本対策は手つかずのままと。民間有識者の推計によると、所有者不明地は今後も増える見通しで、こうした対症療法には限界があるということで、まあ、国も考えてはやってますけども、抜本対策にはもうなっていないという解説があっているわけですね。そこでですね、ちょっと青で囲ったところに予防策という非常に私なりに注目した記事があるんですけれども、すでに各基礎自治体でやっている取り組み、青森市は空き地を地域の雪の集積地として無償提供すれば、所有者の翌年の分の固定資産税を減免する事業を展開するということで、雪の集積地に提供してくれれば税金免除するよというような取り組みをやっていると。で千葉県柏市は2010年11月から所有者から空き地や林地ですね、だからもう住宅に限らず登録を受けて、町内会や NPO に貸し出し制度を始めて、もうすでに70件ぐらいがもう菜園とか広場で使われていると。そこで非常にまた私が注目したのが、この柏市の担当課のコメントなんですけれども、登録された土地は所有者を把握でき、将来的に放置されるリスクは少なくなったと担当の方がおっしゃっているわけですね。
でこれちょっと興味があって、ちょっと調べてみたんですけれども、制度の名前っていうのは貸庭、庭を貸すというのと柏市の名前とかけてあるのかなと思うんですけど、貸庭っていう制度で使われてない土地を地域の庭にということで、貸庭制度で誰でも地域の庭を作れますと。要はもう空き地バンクですよね、簡単に言えば。農地を含めた、農地山林を含めた空き地バンクで、土地を持っているけどもう使わずに持て余している人、もうどうぞ使ってくださいという人と、土地を使わせてください、広場とか花畑とかですね、菜園とかに使ってみたい、そういう人たちと結びつけて、まあ、行政としてはその動きを支援すると、まあ、花の苗とかで花の植え方を教えてくれる人とつなげたりと、こうやって、空き地の活用に道を開いて、すでに70件ぐらい、もう有効に子どもたちのですね、里山広場とかイベント広場とか、実際にこうやっても活用が広がっているわけです。やはりこの地目とかに制限を加えると、非常にこう柔軟性がなくなると思うんですよね。でこういった事例を参考にしてですね、地目とか、状態とかを制限をちょっと緩めっていうか、なくすといいますか、とりあえず使ってない土地があれば登録してくださいというような非常に門戸の広いやり方をすべきかと思うんですけど、でそうすればですね、その時にいろいろ承諾をもらっておけば、市の職員とか地区の役員さんが立ち入って、こう空き家のにこう犯罪者が住み着いてないかとか、そういう立ち入り調査をしたりとか、相続登記を促進することにもなりますし、でかつですね、複数の土地やっぱりいろいろあったら2つを組み合わせて1つに使うとか、まあ、畑と在宅地を組み、あ、ここに空き地があるなと2つ並べて合わせて作れば、使えばちょっと工場が建てられる、工場が建てられるねとか、そういう使う方がやっぱり見ないと、どんな使われ方をするかっていうのは所有者からは分からないわけですよね。それで地目や状態に関係なく登録を受け付けるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。古川まちづくり部長。現在の空き家空き地バンク制度は、移住定住の促進による地域の活性化を目的として運用している状況でございます。まあ、すぐ住める土地や建物の情報のみは扱っております。まあ、そうしたことから、現在は山林農地などのその他の地目を加えることにも適してないと思いますが、この議員さんご指摘のとおり、その工場とかというと、まだ現段階では想定しておりませんでしたので、ちょっと調査研究のほどですね、今後進めていきたいと考えております。小町長。おそらくこの柏の例はですね、多分こういうふうに使いたいと、使わせてほしいというニーズがあって、それに対して、あ、じゃあこういうことを考えてみようかという、多分こうそういうニーズからスタートした部分かなと、今お話を聞いて、思いました。ここについてはですね、まあ、非常に面白い制度だなというふうにも、思っています。まあ、地目の制限を全くなくすっていうところがで、していいのかというところはあるんですけれども、一度この柏市の例とですね、市民の、声、ここについて、調査をさせていただければと考えております。3番友永議員。はい、ぜひこう研究をしてほしいと思うんですけど、まあ、そのニーズが先か空き地が先かというのはあるんですけど、結局もうこれでもう70箇所ぐらいすでに活用例が出てきて、結局最初はまあどっちだったか分からなくても、それを見て登録する人がどんどん増えてきていると、そして活用している人も増えていると、これはもう事実なわけですよね。だからもうどういう使い方をするかっていうのは、もう使う人が見ないとわからないわけですよね。だからとにかく情報を出すっていうのが行政の役割だろうと思います。空いてますよと、空いてますよという情報を出すのが
行政の役割だと思います。住居に限らずですね、住むことに限定せずに、でぜひこれ前向きに進めていってほしいと思いますが、まあ、それに関連してですけれども、括弧2番の方のですね、進んでいきますけれども、固定資産税率の軽減によるバンク登録と活用の促進についてと、先ほどの佐賀新聞の記事でですね、青森市の例がありましたけど、要は除雪の時に雪置き場に空き地を土地を提供してくれたら固定資産税を免除しますよと、やはり提供した側にメリットがないとこれはこういう制度は前に進まないわけですよね。ということで、すいません、ぜひですね、そういうメリットを感じさせる、そして登録を増やすということにして持っていかないと、この空き家基地問題というのは市民一人一人から見たら大した問題じゃないわけですよね。行政としてのあくまでも問題であって、土地持たない人にとっては何の関心の持ちようがないわけです。で、そういったことを考えた場合にですね、やはり何かメリットがないとこの登録は進まない。で、登録が進むということは当然相続登記っていうのもどんどん進んでくるはずですから、そのためにはですね、市民の側に立った仕組みが必要ということです。空き家空き地バンク、バンクを日本語で言うと銀行ですよね。例えば銀行の例を取ってみる。銀行の窓口業務、昔ですね、昔は何でも ATM とかなかった頃は振り込みだろうが預け入れだろうが窓口でやってたということで、お客さんに対応するためにたくさん窓口に受付の人間を配置しなきゃいけなかった。で、技術革新で、窓口の業務を効率化しなきゃいけないと、でサービス向上とコスト削減を同時に実現したいということで、銀行は何をしたかというと、銀行に限らないですけども ATM を導入したわけですね。で、 ATM を使ってくださいと、簡単な振り込み引き出し等は残高照会は ATM でできますよと、これだけではみんな使わないわけですよ。誰も使わない。特に高齢者の方とかにはあがんと使いきらん、わからんもんねと。空き地バンクと一緒ですよね。空き地バンクを登録しない理由によくわからないというのもありましたね。で、よくわからないのが原因じゃなくて、メリットを感じないから関心がないわけですよね。それが、で、銀行としては民間企業ですから ATM を導入した以上使ってもらわないと業務の効率化につながらないわけです。そしてどうするかというと、振り込みを432円、こっちが安いですよと、もう単純な話ですよね。なんて安かてやって ATM の方にみんな行くわけですよ。安ければ別に使い方の説明なんかしなくていいわけですよね。逆に向こうから聞いてくる、どうして使うとねって、おじさんおばあさんたちも。でも絶対にこっちが安かったら窓口には行きませんよね。こうやって民間企業というのは意図した方向にお客さんを誘導していくわけですよ。こういった仕組みをやっぱり行政も取り入れていく、こういう柔軟な発想を持たないと、チラシとか司法とかにいくら載せてもですね、これ急激に伸びるという、登録が伸びるということはないと思うんです。そのメリットがピン感じないからですね。で、例えば空き家空き地対策で固定資産税 1.48% ですよね、今。で、空き家基地持っている人たくさんいらっしゃると思います。で、行政としてはもう土地の不明化すると困ると、いざという時土地が使えない。で、不動産の取引をなんとか活性化して所有者の不明化防止、そして利活用促進につなげたいということで空き地バンクを導入しましたと。でもなかなか登録してもらえない。なんでかっていうと、登録してどうなんだと、もう持ってる人から言うと、もうどうせこれは使い道なかもねってやっぱり分かるわけですよね。制度が分からないというよりもメリットを感じないから関心を持たないわけです。で、どうすればいいかというと、固定資産税下げますよと。
さっきの ATM と一緒ですよ。こっちにも市民の関心を持っていきたいなら料金を格差をつけて関心を引きつける。するとなんて安かってやって俺も登録するぜと、まあ、ここまでぞろぞろ並ぶかどうかは分かりませんけれども、この飛躍的に登録が伸びるのは間違いないですよ。やっぱりこういう民間企業がとっくの昔にやっているような手法、こういったものの行政もですね、弾力的に使っていかないと。実際先ほど出した青森市とか貸庭の制度も出しましたけど、実は貸庭の方もですね、提供した方1年以上登録していれば固定資産税と同額の補助をもらえるんですよ。やっぱりそういったもう提供する側、空き地を持っている人がメリットを感じないことにはこの制度はもう機能しないと思います。ぜひこういったですね、税率に格差をつけて登録を、そして安いとなれば相続登記も全部がねってなるわけですよ。相続登記も何万円かお金がかかります。あ、そういう税率の安になってやぎんたら、まあ、いずれ取り戻したいと、そういうお金かけてでも相続登記せんばねということになるわけです。でぜひこういったですね、税率に格差をつけて行政が意図する方向に市民を誘導していくと、こういった柔軟な取り組みを考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。小松市長。今ですね、私が知っている範囲では、空き家バンクとかに登録をして売買が成立すると、不動産取得税が軽減されるというようなことを今国が検討しているというふうに、聞いております。まさに、友永議員がおっしゃった、話かなと思っております。確かにあと入り口部分で、固定資産税を例えば下げて、そして登録を増やして、さらにこう売買したら不動産取得税買った人も、まあ、軽減されるということで、まあ、そうすることで、まあ、先ほどおっしゃった損して得取れではないですけれども、結果的にそれで済んでもらえれば、そこから、ちゃんと、主々税が入ってくるわけですから、長い目で見ると、行政にとってもプラスであると。空き家対策にもなるということだと思っています。まあ、非常にこれもですね、私もインセンティブを、つけるというのは大事だと思っております。これ、まあ、固定資産税だと例えば次元でやるとか、いつまでもやるとか言うんじゃなくて次元でやるとか、そういった、まあ、国ではよくやる手法ですけれども、そういったことも考えられると思いますので、ぜひこれ大いに参考にさせていただいて、ちょっとインセンティブの制度、こちらも考えさせていただければと思っております。3番友永議員。はい、でとにかくその市民の関心というのはやっぱりもうこの料金が一番であるのはもう間違いないと思います。でそうやって、まあ、生涯前、検討していただくという答弁いただきましたけど、そういうインセンティブを与えるような政策ができたとすれば登録がどんどん伸びるはずですよね。登録がどんどん伸びてくればどうなるかというと、市全体の土地活用の状況が把握できるようになるわけですね。あ、ここが使われてないなと、宅地だろうが雑種だろうが畑だろうが、もしまあ私が言った通り地目を解除したとすればですね、地目の制限をなくしたとすれば、他教師の土地がどこが使われていてどこが使われていないっていうのが俯瞰できるようになるわけです。まあ先ほども出しましたけど、こうやってこれをマップ上で見入れるようになれば、土地を探している人に対してものすごい有効な情報になると思うんですね。あ、ここ空いてるねと。これは民間だけでなく、東北の大震災でも土地が所有者が分からずに仮設住宅が作れないと、場所の変更を余儀なくされて仮設住宅の建設が大幅に遅れるというのは、そういった事態を防ぐことにもつながっていくと思うんですよ。使われていない土地をあらかじめ把握できておけば、登録するということは所有者が分かっているということですからね。で、こういったシステムを先押しだけで作るっていうのはもう到底できないでしょうから、国に働きかける、まあ、首長会とかでですよ、ぜひ提案してこういうシステムを作ってくれないかと。土地の空き地の登録が進めば全国の土地の利用状況が俯瞰できるようにシステムを作ってくれないかと。で、それができるとですね、例えば運動施設の話とか出てきましたけども、工業団地とかでもそうでしょう。あ、
この山は持ち主の人がもう手放したがってるねと使ってないっていうのは分かる。あ、そしたらここを運動施設に持ってくれば用地交渉がスムーズに進むなっていうのが俯瞰できるんですよ、マップ上で。所有者を探してあっちこっち相続者を訪ねて回るようなことをしなくてよくなる。こういった制度を今からですね作っておく、そしてこれを全国の自治体と共有していく、そういった提案をですねぜひ小松市長のですね手腕でですね他の自治体とか巻き込んでこう全あの国に働きかけていただけないかなと思いますが、いかがでしょうか。古川まちづくり部長。システムの構築でございますが、すでに国で、国土交通省、法務省、自治体などが持つ不動産データベースの統合を検討されており、その動向を注視していきたいと考えております。3番、友永議員。はい、すでに動きが合っているということですね。あ、分かりました。そしたらさらにプッシュをお願いしたいと思います。で、こういった情報ができて、例えば土地を2つ合わせて住めるなと、家を建てて倉庫も建てて駐車場も作れるなと思えば、旧市街地に人が入り込んでくるんですよ。するとそこにもうすでに下水道があると、道路もある、インフラもあると。そしたら下水道の採算も向上してきますよね。そもそも下水道っていうのは管の周りに家がどんどんできていくことを前提にした事業ですので、大体もう人口が減っていく社会には適応しないんですよね、下水道事業そのものが。ということは今下水道のあるところに人をいかに入れ込むかっていうことが非常に持続可能な街づくりに対しては重要になってくるという、そういったところにも非常に効果が出てくるわけです。土地が使いにくいから住めない、じゃあ情報をオープンにすれば、あ、ここに住めるねっていうのが分かってくる。とにかく行政がやることは情報を出すことですよ。ということで、ぜひ今のシステムのですねプッシュも合わせて、土地の活用、やっぱり今あるものをしっかり活用するっていうのがまず最初にあるべきだと思いますので、ぜひ検討をお願いします。これで私の一般質問を終わります。以上で3番、友永議員の質問を終了させていただきます。以上で本日の日程は